シャンバラ王、ヤシャス・シャンバラは、ジリン・タントラに説かれる、伝説上の仏教王国である。ドータントラではシャンバラの位置は、シーター側の北岸とされ、シーター側が何を指すかについては、諸説あるが、中央アジアのどこかと想定される。シャンバラ伝説は、ジリン・タントラと共に、チベットに伝わり、モンゴルなど、内陸アジアのチベット仏教圏に広く伝播した。シャンバラは、元は、 インドのヒンドゥー教のプラーナ文献に登場する理想教であった。ヒンドゥー教のビシュヌ派は釈迦をビシュヌ人の化身の一つとするが、釈迦のカースト制度批判によって揺らいでしまった社会秩序を正し、カースト制度を立て直すために十番目のアバターらとしてカルキが出現すると説いた。シャンバラとはカルキの治める国の名であった。ジリン・タントラとその注釈書、 ビマラプラバーは、シャンバラオーカルキは人民を仏教に教化して、金剛のカーストという一つのカーストに統一し、カースト制度を解消させると説いた。ジリンタントラはヒンドゥー教のカルキ説を取り入れつつも、これを批判して、ヒンドゥー教とは、方向性をことにする教説に転換させたのである。18世紀のゲルク派の学章ロントルラマの本諸仏吉ジリンの由来と名目の説明によると、 シャンバラには9億6千万の町があり、96の小王国がある。小王たちの上に立つシャンバラ王は王宮、カラーパに住んでおり、そこから南の方角には立体型の大きなトキワマンダラがある。そしてシャンバラの人たちは、寛容な法の下で健やかに暮らし、善行に勤しんでいるという。シャンバラは近代には西洋の神秘思想からの関心を引き、 欧米でも有名になった。HP ブラバツキーをはじめとする新知学者らは、シャンバラはゴビ砂漠にあったと述べた。新知学協会と関係していた平和運動家、画家のニコライリョーリフは、チベット国境に至るモンゴル遠征の体験記の中で、シャンバラについての自分の考えを発表し、欧米のシャンバラ解釈に影響を与えた。中国史戦勝関全チベット族自治集合条件には、 シャンバラチンと呼ばれるチンが存在する。もともとは別の名前だったが2005年にシャンバラチンに解消された。ありがとうございます。